そして本日の主役でもあります金婚のお二人です。結婚生活半世紀50周年を迎える夫婦、修造と富子を演じられました橋爪功さん、そして吉行和子さんです。おおというこのお二人非常に重厚感のある、やはり金婚式を目前に控えたカップルということなんでしょうか。橋爪さんからは大きなねピースも上がりましたけれども、お二人の歴史を感じさせるような登場ということになりました。一言ご挨拶を頂戴いただけますでしょうか。こんにちはマイクを逆さに持つというツッコミが方々から、あの1年半という長い長い、まあ、期間を経て、あのこの作品が、あのようやく封切りを迎えることになりました。あのでもこの期間は決して、あの無駄じゃ、あのなかったような気がします。あのこの映画はかなり、まあ、試写会もやりましたけれども、あの試写をやって、あの見た人たちの感想の中、感想を聞いてますとね、ああ久しぶりに笑ったと、久しぶりにおかしい笑える映画を見たというあの声を聞いて、僕はとてもあの嬉しいです。あの僕自身、あの本当にこう心から笑える映画を作りたいっていう思いは、あの昔から持っていましたし、まあ、そんな思いで寅さんもずっと作ってきたわけですけれどもね、あのこんなご時世がご時世だけに、あの楽しく笑って、さあまあ一つ元気に生きていくかと、そんなに生きていて悪いことはないんじゃないかと、人生にはそんな悪いことはないんじゃないかと、そんなふうな思いで映画館を出ていけるような映画になって、あのいてくれたらいいな、そういうふうに今思っております。どうぞあのよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。そうなんですね、後ほどご紹介いたしますが、試写会ではね、狙い通り大きな笑いがたくさん起こっていたということなんですが、それでは続きまして、出演者の皆様にも公開を目前にした今のお気持ち、ちょっと伺いたいと思います。まずは一家の主ということになりますでしょうか、橋爪功さん、お願いいたします。今日はあの私の大好きな歌を一曲かまして挨拶の代わりに変えたいと思います。マジで梅は咲いたか、桜はまだかいな、春ですね、そういう映画ですありがとうございました。見事だ。あ、今正蔵さんが突っ込む梅は咲いたか小歌でというスタートになりましたが、大喜利じゃないですよ、ね、これね、はい、そしてこの あとは正蔵さんに歌ってもらわなきゃいけないちょっといろいろ挨拶がボケをしなきゃいけないような雰囲気になってまいりましたが、続きましてはこの橋爪さんの、お相手ということですね。実際にはこう見下り班を突きつけたという設定ですが、吉行和子さん、お願いいたします。吉行和子です。あの金婚式などというものは見たことも何もないもので、一体どういう気持ちになっていくかわからないんですけど、あのとても晴れがましくて、あの嬉しい気持ちなんですけど、本当にこの一家が面白い人たちばっかりで、あの幸せいっぱいで撮影しました。どうぞ楽しくご覧になってください。はい、ありがとうございました。さあ続きましては平田家の長男、西村雅彦さん、お願いいたします。こんにちは、西村雅彦です。やっと、公開される、嬉しいです。今日はね、20組のカップルの方、お忙しい中ありがとうございました。父と母の金婚式を、共に祝おうではありませんか。万歳ありがとうございました。さあ続きまして、この西村さんの奥様役ということですね、夏川由衣さん、
ご挨拶を頂戴してよろしいでしょうか。こんにちは、夏川由衣です。撮影をしていたのは1年半前でようやく公開になります。私はお嫁さんの役でしたが、今日来てくださっていやいやますあのカップルの方々も、見た方がいい人と見ない方がいいような人がいらっしゃると思いますが、参考にしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そして続いては、平滝の長女役しっかり者ということですね、中島智子さん、ご挨拶頂戴したいと思います。はい、今日は皆さん本当にありがとうございます。待ちに待った公開です。春で暖かくなって気持ちもこう和やかになるときに、ちょっとこう辛辣な部分も感じつつ、でもだからこそ温かい気持ちになれる、そんな映画なので、もうたくさんのいろんな世代の人たちに見ていただきたいと思いますので、楽しんでもらえたらなと思います。そして今日もお越しくださってありがとうございます。いろんなお話が伺えるということなので楽しみにしております。ありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。さあ、続きましてこの中島さんのちょっと頼りない旦那様ということになりますでしょうか。林家正蔵さん、お願いいたします。謎かけを一つ家族はつらいよとかけまして、かけまして、豪華客船の船出と解く。はい、その心はって言って、その心は、その心はちょっと皆様で、どちらも後悔が待ち遠しいです。どうもありがとうございました。なるほど、さすがビシッと締まりましたありがとうございます。さすがでございます、林家正蔵さんでした。さあ、なんかだんだん挨拶が難しくなってまいりましたが、続きましては平田家の次男、ピアノの調教師ということになりますね、妻夫木聡さん、お願いいたします。あ、妻夫木聡です。謎かけとかは用意してないんですけど本日は父と母の金婚式にお集まりいただき本当にありがとうございます。家族はつらいよという映画がようやく公開されることとなりまして、こんなに笑えて心温まる映画というものも、なかなかないと思います。本当に何も考えずに映画館にお越しいただいて、もうすがすがしい思いで帰って行ってもらえたら嬉しいです。すがすがしくなれるかどうかは自分次第かもしれないですけど、そういう思いで帰ってもらえたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。その妻夫木さんの婚約者として今度は、平田家に足を踏み入れるということになりますね。最後に蒼井優さん、ご挨拶を頂戴したいと思います。蒼井優です。皆さん今日はありがとうございます。久しぶりに家族で笑える映画ができたなと思っています。私は家族で映画を見るのが好きなのですが、実はなかなかこう映画を選ぶのが難しかったりするんですけど、本当に家族で笑えるっていうのは久しぶりな気がしていて、だから私自身公開がすごく楽しみです。もしよかったら家族でこの映画を見ていただいて、皆さんの家族について話をしていただけたらいいなと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございました。